大和鉄道は、かつて、奈良県に路線を有していた、鉄道事業者。同社の有していた路線の一部は、近畿日本鉄道の田原本線として現存している。田原本はもともと、大和川の上流にある河口として栄えていたが、大阪鉄道によって、今の関西本線が1892年に開業し、その後に、今の桜井線や和歌山線も開業すると、 水運は衰退して鉄道に取り残された町は、賑わいを失った。そのため地元の有志が田原元を通り、奈良盆地を横断する鉄道の布設を目論むようになった。当初、中和鉄道として立案された計画は、田原元鉄道と名前を変えて、免許の取得に至り、1914年に着工へこぎつけた。企画は国鉄との可車直通を考慮し、 期間線6 7ト、mm、ルの非電化路線となった。1917年には、大和鉄道と社名を変更している。1918年、新大寺田原本間で営業を開始する。この時、奈良県知事などを招待して、祝賀会を開通日に催したが、来賓格を乗せた臨時列車を牽引する蒸気機関車が途中で故障して、 結局、故障地点から会場までの約2トルを歩かせるという失態も演じている。その後も順次、桜井方面への延伸に取り組み、1923年には桜井町駅までの開業にこぎつけた。同社は桜井線桜井駅への乗り入れを目指していたが、これは用地習得などの準備の遅れもあってしばらく後となった。一方で、 近鉄の直径母体会社である大阪電気軌道は1914年に現在の近鉄奈良線にあたる路線を開業させ山和鉄道開業の頃は業績も一時の不振から立ち直っており拡大を目論んで以前より地元から不設の請願があった最大寺駅から南進して桜井線のうねび駅や柏原神宮に至るうねび線の計画を立てただがこれが開業すると 関西本線との連絡で大阪方面への輸送を担っていた大和鉄道及び天理京弁鉄道の経営に深刻な打撃を与えることが予想された。そのため、軌道の管轄を行っていた内務省が大器に特許を交付する際、大和鉄道と天理京弁鉄道の買収、合併を行うことを条件につけた。大器はそれを承諾し、 大和鉄道と天理京弁鉄道の買収工作に取り掛かった上で、うねび線を1921年の1923年に順次開業させた。しかし、天理京弁鉄道については1921年に合併して、同社の天理線、法隆寺線としたものの、大和鉄道については諸事情があり、なかなか経営権を抑えることができずにいた。 大和鉄道は大気によるうねび線建設が進んでいた頃、名張、り、治山台大の延伸という壮大な計画を立て、桜井名張間の免許を1922年に取得していたが、中障害者ゆえに資金的な問題で建設は不可能であった。一方、大気は自社の有する八木線を延伸して、大阪から伊勢神宮への快速参拝ルートを作り上げることを、 構想として持っていたが、大阪鉄道や、この大和鉄道との競り願いになっていたため、自社単独では免許の取得は難しいと考え、早期に地元に密着した企業である、大和鉄道を抑えなければと考えるようになっていった。それは、大和鉄道が、この名張への延伸免許を取得したことで、一層顕著となり、大気はあらゆる手を尽くして、同社の株式を取得し、 ようやく1924年に、その過半数を抑え、取締役へ大輝の役員をつかせることに成功した。参加になると、大輝では早速自社の有する八木線を、桜井駅まで延伸する免許を申請し、さらに、山和鉄道名義で、桜井名張館の免許を、宇治山田まで延長することを申請した。この時、国鉄の運営と私鉄の監督を行っていた、鉄道省は、 将が有する、三宮線などとの競合を理由に難色を示したが、1927年には、八木桜井館と、名張氏山田館の免許を結局交付している。そして、異性の進出は、金がかかり、会社の経営に影響を及ぼすことから、大阪電気機動と大和鉄道のいずれでもない、新設会社で行う方が良いという結論に至り、 その結果設立された三宮急行電鉄に大和鉄道は免許を譲渡した。同社によって宇治山田駅までの路線は1931年までに全線が開通した。また遅れていた大和鉄道の国鉄桜井駅乗り入れも1928年に果たされている。しかし、戦中の1944年には不要不急線として大阪電気機動船尾線。 桜井線と競合する田原本桜井間を休止している。撤去された機場はセレベス開発鉄道建設資材として神戸港へ発送し、分岐機類は城北鉄道を亀め、日立市間の建設に、また橋桁は南海鉄道、阪神電鉄、三重交通、山陽電鉄等へ転用された。戦後には線路時期も奈良県道14号桜井田原本、 大事前に転用されている。戦後、近鉄色をさらに強めた大和鉄道は、1948年に 1067mm から近鉄標準の 1435mm への改め機と電化を行う。戦中に徴用されていた、朝鮮、中国系の鉱山労働者が戦後帰国し、石炭の採掘量が減少して、入手困難になっていたことへの対策であった。 この時用いられた電車は、大器の製造した旧型車を近鉄から借り受けたものであった。1958年には、戦時中に急戦となっていた田原本桜井館を正式に廃止している。1961年、近鉄イ駒線などを運営していた市議イ駒電鉄に合併されるが、その3年後の1964年には、 市議駒電鉄も近鉄に統合され、旧山和鉄道の路線は、田原本線となった。現在、田原本線の西田原本駅、新王子駅が近鉄の他線の駅と離れた位置に存在しているのは、この路線がもともと別の会社の運営する路線であった名残と言える。今でも利用者の中には、同線を大鉄と呼ぶ者がいる。 大月隆二社長1934年当時1934年10月1日、改正時なお、寺川駅は13往復半の列車が通る中で6往復半しか停車せず、田島駅も3往復通過する列車があった。また、新大寺田原本間で、橋尾駅のみ停車する列車や、田原本桜井間無停車の列車もあった。 1934年当時1934年当時 1067mm 期間、時代は自社発注の蒸気機関車、客貨車によって開業し、大阪電気軌動、三宮急行電鉄の参加となった1920年代後半以降、フリークエントサービスの向上を目的として、軌動自動車と呼ばれる小型軌動車の導入が進んだ。燃料統制が厳しくなってからは、 木炭ガス発生装置による来年装置の取り付けが一部の機動車で実施され、配線直後の燃料難の時期にはこれら、来年車と国鉄からの借り入れ機関車などによって営業が継続された。1948年の改め期、電化後は近鉄からの貸し出し車が運行され、1961年のシゲコマ電鉄との合併まで自社席の車両の導入は行われなかった。 開業時に、梅鉢鉄工所より、木製、ボギー客車5両を申請。その後、国鉄より、木製二軸客車5両の払い下げを受けている。貨社は、開業時に、梅鉢鉄工所より、y 1型と1型を申請したのと1923年に、国鉄より払い下げられた和3型がすべて、1948年10月29日に、全車廃車された。 ありがとうございます。